いや、久々の5月11日、2ヶ月ぶり。皆さん、お待たせいたしました。お待たせしすぎたかもしれません。全裸ポンコツリックでございます。さあ、とりあえずね、シャルルへ向かうということで。お、マニア向けグッズ、フェロモン香水、スイートピロー。何これ、いいんじゃない。え、アダルト DVD 本グッズ、スイートピロー。いいね、スイートピロー。よく眠れそうな枕みたいな名前してるけど。まあ、シャルルへ行きましょう。そんなことはさておき。さあ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 、なんでシャルルに行くんだっけ。待てよ、2ヶ月前の記憶を呼び覚ませ。あのね、新谷先生が亡くなって、で、それで誰かとね、シャルルをアジトにしようみたいな話になったんだよな。事務所のとっつぁん坊や、とっつぁん坊やとね、俺たちのアジトはシャルルだっつって、それでシャルルに、いました、とっつぁん坊や。皆さんお揃いで。杉浦、カイトーさんに声かけてもらったんです。仲間外れにしないでくださいよ。あら、遠慮なく仲間外れにしてくれていいんだぞ。っていうか、なんでここに集まろうとすんだ。でもいい人ですよね、東さんって。そう言いながらちゃんと場所貸してくれるんだから。ヤクザなめんなよ、兄ちゃん。そうやって凄むと、むしろかえっていい人の部分が見えちゃいますよね。なんだと。へえ、星野くんって見た目より気も座ってんだね。案外腕も立ったりして。一応空手は三段です。え、喧嘩で使ったことはありませんけど。意外とやるね。役者は揃ったみたいだな。ああ、そうらしい。おうおうおお。源田法律事務所の新谷弁護士が殺された。遺体は両目をえぐられてて、その手口からモグラが絡んでる可能性が高い。みんな手貸してくれるか。先端創薬センターか。また妙なとこで妙なもんが出てきたな。八神さんにとっては因縁の場所ってわけ。ああ、新谷が殺される直前、なぜかその創薬センターに電話をかけてた。やっぱりわからないな。創薬センターと新谷に何のつながりがある。創薬センターって去年テレビで騒がれてたね。確かノーベル賞ものの新薬を作ってるとかで。へえ。ええ、これですよ。ええ、本日は先端創薬開発センターで開発を進めておりますアドデック9のハゲ取るやないかい。本文が科学雑誌に掲載され、海外を含め多くのメディアの方々にお集まりいただきました。認知症の新薬でアドデック9、センター長の木戸博士がその論文を発表したんです。まだ動物実験の段階ですけど、認知症の実験マウスをほぼ正常に回復させたと。この笑顔でフラッシュ浴びてるのが木戸博士です。神経脳生理学の世界的な権威で、アドデック9論文の筆頭著者。3年前大久保事件の時、センターを案内してもらった。その時から木戸はセンター長だったよ。今はアドデック9の完成に向けて厚生労働省が予算枠を強化してるみたいですね。創薬センターの建物、今度また一気に増築するようです。景気のいい話だな。だがよ、そんなとこに
あの新谷が何で電話してたんだ？それをこれから確かめるんでしょ。センターに問い合わせてさ。てめえ、人の電話勝手に。まず新谷さんがセンターの誰宛に電話をかけたかだね。ああ、それを電話だけでどう聞き出したもんかな。そこは腕の見せ所じゃないの、八神探偵。言うねえ。新谷が創薬センターの誰にどんな電話をかけたか聞き出すんだ。先端創薬開発センター統合受付でございます。あ、もしもし、私は、お、弁護士の新谷。新谷先生が死んだという情報はまだ出てないのか。どうだ。あー、迷うね。弁護士の八神か弁護士の新谷。新谷先生が亡くなった件でお話を伺いたいと。それか新谷先生のふりをしてかけるか。この二つはないな。どっちがいいと思う？俺ちょっとでも後々めんどくせえことないそうだからな。こっちでいくか。源田法律事務所の弁護士で八神と申します。あ、はい。昨日私の同僚で新谷という者からそちらに電話があったかと思うんですが、彼と話をされた方につないでいただけますでしょうか。昨日のものと言いますと、名前はお分かりになりますでしょうか。いえ、分かりません。あ、ではご用件は何でしたでしょうか。担当のセクションにおつなぎいたします。要件はですね、ええ、多分わかんねえな。これちょっとどういう感じで言ったらいいんだ。これは大久保新平の事件から関係ないもんね。認知症の治療薬はアドテックない、絡んでるかもしれないけれども、そことはあんま関係がなさそうだけど、こっちに行ってみるか試しに。ねえ、俺も知らないんだしさ、どういう要件か。認知症の治療薬についてだったと思うんですけど。それだとちょっと分かりませんが、広報におつなぎします。よろしいですか。ええ、お待ちください。なんかあまりいい手応えじゃな。お待たせしました。間違えたか。はい。広報では新谷様から昨日お電話をいただいてないとのことです。そうですか、わかりました。電話じゃ難しいな。ダメか。もう創薬センターに直接行った方が早い。行けばなんとかなるの。俺も一応センター長とは面識もあるし、最悪無駄足でも構わないんだから。僕も行きますよ、八神さん。ほんじゃ俺は東と松金組の様子でも探っとくか。羽村の頭が消えたままだしな。なんだよ、また勝手にそんな。そういえばさ、八神さんが無罪にした大久保新平だっけ。今はどうしてるの。拘置所にいる。死刑囚は刑が執行されるまでずっとそこだ。八神さん、面会に行ったりとかは。いや、俺は一度も。なんでそんなこと聞くんだ。大久保って実際どんな人だったのかと思って。結構ニュースでも騒がれた事件だったから。八神さん、大久保を無罪にした時本当はどう思ってたの。マジで無実と思ってた。多分な。でもその後あいつ恋人を殺しちゃったんでしょ。それも八神さんが弁護してたよね。そうだ、エミちゃんを殺した大久保から俺は二度目の弁護を依頼された。ああ、その時も
無実だと思った。大久保はそう言ってた。誰も殺してないって。ただ俺はそれを信じきることができなかった。法廷で彼の無罪を主張するたびにずっと吐き気を感じてた。じゃあ大久保は死刑で当然？もうそのくらいで勘弁してやれや、杉浦。ちょっと立ち入りすぎた。いや。ならいいけど。八神さん、すぐ行きますよね、創薬センター。僕先行ってタクシー捕まえておきますから、公園前通りで待ってます。なんだろうね、今のこの一連のお話が何につながるんだろう。まあいいか、とりあえず先端創薬センターに行きましょう。なんかあれだな、先端創薬センターってねえ名前。八神さん、あ、こっちです。あ、びっくりした。あ、消えた。やったラッキー。あぶねえあぶねえ、使い込まれたゴム。なんてものを拾っちまったんだ。どちらまで行かれますか。これ新谷先生の声なんだよね、俺前から思ってたけど。タクシーのうんちゃんの声、思いっきり新谷先生。先端創薬センター、これか。それでは出発いたします。よし、でかっ。これは先端ですわ。話には聞いてましたけど、創薬センターもなんか大きい組織の一部なんですってね。医療システム産業開発機構でしたっけ。ああ、さっきからずっとその敷地を走ってる。あるとこにはあるんですね。すでにこれだけ立派なのに、例の新薬でさらに予算強化ですよ。どうです、前と変わりないですか。ああ、ちょっと待ってくださいよ、八神さん。なんだ。何緊張してんだ。お、お前は俺のお供でいりゃいいんだぞ、八神。おお、びっくりした。八神さん、もう置いてかないでくださいよ。どうかしました。いや、3年前と変わってなくてね。はい。ここは時間が止まってたみたいだ。八神さん、行こう、あそこに受付がある。ん、さあ行くか。これ見れないのかな。わあ、すんごい、すんごい大きい。ほら、すんごい大きい。やらしい、これすんごい。ほら、受付、ほら、あ、すんごい当たっちゃって。ほら、お約束でしょうか。いいえ。いえ、源田法律事務所の星野と言います。あら、こちらは同じく八神。星野くん、あそこにいるけど。昨日神室町で起きた殺人事件のことで来たんですが。は、新谷といううちの弁護士がハマっちゃって。星野くん、おい、ハマっちゃってるよ。後ろ
彼は亡くなる前、はまっちゃってる。こちらへ電話していたようなんです。歩いてきた。その相手がどなたか喋りながら歩いてきた。ませんか。申し訳ございません。そういった個人情報にはお答えいたしかねます。全然話入ってこなかった今。ならセンター長の木戸さんと話せますか。以前お会いしたことがあります。弁護士の矢上といえばわかるかと。矢上さん、あれ木戸さんですよね。おお、すごいもみあげ。悪そうなやつ、かわいそうな顔。あとはそっちでやってもらいたいんだけどね。うちはもう事件のこと全部警察に話してるんだから。おお、センター所長キロタカタカスケ。いや、センター長、ごもっともなんですが、どうしてもこいつが事件の現場を見ておきたいというもんで。ま、手短に済ませますよ。調子いいこと言わないでください。俺は納得いくまでやりますよ。あの大久保って男、まだ犯行認めてないの？いや、お上際の悪いやつで。だってあいつの自供した場所から死体が出てんですからね。でしょ。ならパッパと裁判やっちゃってよ。ったく、出入り業者のおかげでほんといい迷惑なんだよな。大臣からも早く収めろって矢の催促でね。大臣と言いますと厚生労働大臣？当たり前でしょう。うちの予算は厚労省から出てるんでね。あのセンター長、ポイントになる場所さえ教えてもらえればこっちで適当に見て帰ります。どうぞお構いなく。勝手にうろちょろされたくないんだよ。だからあとは彼女が案内する。かわいい。寺澤君、こちらは弁護士の新谷先生と、矢上です。寺澤です。よろしくお願いします。よろしく。じゃあ私はこれで。ありがとうございました。センター長、わざわざ申し訳ありませんでした。それでは枠さんの病室からでいいですか？枠さん？被害者の患者さんですよ。ああ、そうだったな。うん。で、君は寺澤さんね。若いな。下の名前は？あの、私も忙しいので。ああ、行きましょう、新谷先生。なんか不愛想な子だな。お俺らは歓迎される立場じゃない。過去に戻ってきてしまいました。せっかく苦労して弁護士になったのにゃ、たまにはチヤホヤされてえな。ここは病院なのか。少し歩きます。うん、いいね。なんかちょっとツンツンしてる感じ、いいね。この先がセンター付属の入院棟で、4階に枠さんの病室があります。この子あれか、大久保新平の彼女か。でも違うよな、茶髪だしな。こちらが枠さんの病室でした。あちらは？そっちの奥は開発研究棟です。新薬の開発をしている。ああ、ゴールドのカードキーがないと入れません。私も持ってませんけど。ゴールドの？一応うちのセンターの心臓部ですから。
じゃあ向こうは厳重なセキュリティで守られた別世界ってわけか。行くぞ、八神。ん？亡くなった枠さんはこの個室に入院されていました。それはいつ頃から？2年前です。アルツハイマーで。あら、認知症ってことね。アルツハイマーはいくつかある認知症のタイプの一つです。近いじゃない。ただ認知症の7割はアルツハイマー病ですから。やっぱり似たようなもんだろ。よし、じゃあ八神、好きなだけ調べていけよ。どこだ？じゃあ調べさせてもらいます。あら、寺澤さん。おう、あら、いいじゃない、これ。あら、これ、あら、あら、あら、怪しい。あら、ああ、こういうとこじっくり見ちゃダメだって。そうね。あ、でもポイントがポイントが入るぞ。もっとポイントもらえねえか。おいおい、おお、パンツルクが多いんだね。まあ確かにね、まあ時代がね変わったからね。なんかナース帽みたいなのもなくなったしな。さ、じゃあ仕事に入ろうかな。この個室、被害者が亡くなってから他の人は誰も使ってません。患者は事件当日の朝ここから消えていたんでしたね。ええ、殺害されて運び出された。私には分かりませんけど、多分。運び出したか。ここじゃねえか。なんだ、窓は跳ね下ろし。そうか。いや、普通にあれだな、そっから出てた。怪しいな。この窓なら廊下からもこっちが見えるな。もし部屋の中に異変があればみんなすぐ気づく。スタッフが少ないのですぐかどうかは。廊下はよく人が歩いてますけど、認知症患者の方がほとんどなんです。なるほど。廊下からだとどんな風に見えるのか。部屋に異変があれば廊下から見えるか。部屋の中はもういいだろう、十分だ。それお、待てよ、猫ちゃんは。さすがに猫ちゃんいねえか。猫ちゃん、あ、いる。おい、猫ちゃんいるぞ。おい、どっかに猫ちゃんの声が聞こえる。いますよ、これ。下だろう。あ、いた、いた。おいおいおい、嘘だろ。おい、まさかと思いきや本当にいたぜ。よし、こんなもんでしょう。あ、終わったかと思ったら俺が出ないといけなかったんだ。病室の様子、廊下からもある程度わかるか。新谷先生、ちょっとベッドに寝てみてくれます？おう、ベッドに寝りゃいいんだな。じゃあほら、せっかくだし、寺澤ちゃんも一緒に横になってみようか。なんだこのクソ親父。冗談だよ。寝てる人の顔は見えないな、病室の外からじゃ。はあ、なあ、別に新しい手がかりなんてなかったろう。いえ、現場見なきゃわからないこともありましたよ。ふん、もう事件から日が経ってるし、警察もやることやってんだ。大久保新平は黒だよ。本人は無実を訴えてます。でも事件を整理してみりゃその可能性は相当低い。一度事件を振り返ってみるか。脳にしちゃった。振り返った方が良かったかな。あ、廊下からじゃね。振り返るまであれか、行かせないのかお前は。
一度事件を振り返ってみるか。なんて人間だお前、自分の思い通りにいかないと。ここで一旦事件を整理してみます。こと進めないのか。おう、望むところだ。お前が言ったんじゃないかおい。